明日のお洗濯情報をお伝えします。まずは天気分布から見ていきましょう。本州の南に前線が停滞し、西日本や東日本の太平洋側を中心に雨が降ります。朝から西日本は雨の降るところが多く、本降りの恐れがあります。また午後は次第に東海から関東のエリアもエリアが拡大する予想となっております。こちらでも強まる可能性があるため注意が必要です。一方、北陸や東北、北海道は晴れて穏やかな天気となりそうですね。ではこちらでも見ていきましょう。お洗濯情報です。西日本や東日本ですと次第に雨の範囲が広がっていきますので、洗濯物は部屋干しが安心です。一方、北陸や北日本ですと洗濯物を外干しすることができそうです。詳しい内容はアプリウェザーニュースからも確認することができます。ぜひご利用ください。